僕も浪人生だけど中学校からやりましたからね。やっぱあの時になんか、あ、俺バカだからちょっと戻んなきゃって思った自分にちょっと、お、よしナイスみたいな、いいねしたいですね。武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ、中森先生。始まっちゃいましたね。もう僕はもうセンター大失敗して、もうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、もうそれでもやっぱ自分を信じて、今まで教えてくれた先生方を信じて、僕は最後まで入試突っ切りました。そしたらうまくいったんで、そういうわけでね、もしなんか直前期だけどね、悩んでることとか相談したことあったらね、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。ラブ先生、今回の質問ですか？今回の質問はですね、大学受験で中学の英単語を覚えていなかったら、中学から覚えてシステム英単語とか覚えていった方がいいですか？レベルとしては早慶かマーチくらいを考えてますという質問です。まあこれは単語に限らずですね。そうです要ね。は大学受験のレベルよりももっと下の基礎のレベルからできない場合に、気合で上のレベルで何とかやっていくか、一旦下げちゃうかっていう。下げる派です。下げる派です。下げた方がいいよね、絶対これ下げは。た方がいいですね。その方が早いよね、絶対。早いし確実だ確し。実だし、あれ特にでも結構ね、数学とかでもよくある話なんですよ。いや、数学は本当に下げないですね、みんな。どうですか？原因算数だったりすることよくあるからね。いや、そうなんですよ、本当に。まあ、例えば中高から体系数学とかやってるから、結構やっぱあれね、範囲一気にやるし難かったりするから、身についてなかったりするし、だから今回のケースでも英単語だけじゃなくて文法だよね。中学生の文法ができないのに英語が、例えば高校内容からいきなり押さえてできるかって言ったら辛いよね、普通に考えて。辛いですね。だって中学生がいきなり高校生の内容やってるのと変わんないんだから、実力的に考えたら。間違いないですね。僕も浪人生だけど中学校からやりましたからね。やっぱあの時になんか、あ、俺バカだからちょっと戻んなきゃって思った自分にちょっと、お、よしナイスみたいな、いいねしたいですね。できないところからやってハイスピードで終わらせるのが、やっぱなんだかんだ言って、ね、急がば回るじゃないけど、トータルでかかる時間はやっぱレベルに合ったものからやるのが一番早いですよね。そうなんですよね。もうこれは本当に下げてほしいです。まあ、で中学の英単語からやるとしても、まあ、実際さ、例えばその難関高校向けのやつとかやるっていうよりは、大体その地域の公立の試験ぐらいの単語が分かればっていうレベルだったら、言うてまあ1000とか、多くて1500ぐらいじゃないですか、中学生単語って。そうですね。だから、しかもね、その単語アップルとかから取ってるわけだから、半分以上は分かんじゃないのって話なんで、そうですね。1週間とかかかっても2週間で全然終わらないなと思うんで、そうですね。全然基礎からやっちゃっていいと思いますね、簡単の方から。まあ、あとはあれですか、その中学校の文法をやって、そこに出てる単語を覚えて、で、まあ、システムベーシックに入るとかでもありですかね。ですね。結局ね、その上のレベルの参考書とかでも多少知ってるのが出てきて、結局手間が減ったりするから、割とその下のレベルやること自体はリターンが大きいんですよね。ですよね。まあ、背伸びしても結局答えの暗記しかできなかったりとか、結局結果的に戻った方が早かったねってなることは多いから、そこはね、変に背伸びせず、やるべきところからハイスピードでやりましょうという感じで。ね、急がば回れですね。ですね。それが結局最短ですと。ですね。ですね。今回は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。